はい、えー、ではですね、今回の情報倉庫なんですけども、今回はですね、大手キャリアのスマホの利用料金を20%オフにする仕組みです。皆さんはみんなの銀行というアプリも取得されてますよね、みんなの銀行。福岡フィナンシャルグループの作ってくださった銀行アプリなんですけども、まあ私、普段からね、どんどん使うってことはありませんけども、まあお金非常に稼ぎやすいし、管理もしやすいから、すごくいいと思うんですよ。 それにプラスアルファは今回の情報ですけども、スマホの20%割引。これがね、使えるってことなんで、ちょっと説明させてもらいます。えっ、ー、とね、今回ですね、還元される20%のまあお金ですけども、こちら対象キャリアはドコモ、au。これね、POVA っていうのか、POVO っていうね、格安のプランがありますけども、au のそちらのコースも含みます。 そしてソフトバンクも対象です。これもね、LINEMO も含んでます。ね、いいでしょう。それから UQ モバイルね。こちらの方です。ドコモ、AU、ソフトバンク、大手3社と UQ モバイル。残念ながら楽天は入ってないですね。まあ、こちらの方が利用対象ということですので、よく聞いてみてください。説明はすぐ終わります。えー、このね、さっきお話した最近話題のみんなの銀行ですけども、今ね、 毎月の携帯電話料金をみんなの銀行のデビットカードこれで支払うとね支払い額の20%を還元するキャンペーンやってるんですよすごいでしょこれ <laughs> そうするとですねキャンペーン期間は10月1日始まったばかりでそして来年の3月31日と半年ぐらいに限られているんですけども毎月のキャッシュバック上限は月に5000円なんですよまあですんでね 5ヶ月適用になるということなんで、支払い額が多い人はマックスで2万5千円得するってことです。このみんなの銀行のデビットカード、ね、何のために使うんだろうみたいな方もいらっしゃったと思うんですけども、今回使ってみるといいと思いますよ。携帯電話料金が、例えば1万円使ってる人毎月、その方は20%ですから2千円5ヶ月にわたってキャッシュバックされて1万円ゲットってことになります。携帯料金、結構使ったなぁ。 2万円ぐらい使ったかなーって方はまああんまりいないと思いますけども2万使ってる方は4,000円バックされますからねじゃあそれが5か月で2万円でしょ、うん、で相当使ってる人で毎月2万5,000円使ってる人ねそうするとこの人は毎月5,000円バックされますんでどうなります ?2 万5,000円ほぼ上限ですよね2万5,000バックが受けれるということで これねご自身で使うのももちろんいいんですけどもいつも言いますけどもこの情報を知らない人にどん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 教えてあげて「よくそんな方法知ってるね」とかね「えみんなの銀行知らない何それ割引受けたいからちょっとみんなの銀行教えて」って感じで勧誘に使ったりとかねまあ情報ってのはあなたの人生を豊かにしますそして周りの人の人生も豊かにします。 情報は選択肢を広げてその上で何を選ぶかっていう、ね、そのご本人のセンスが問われてるってことになりますねえ今回は大手キャリアのスマホの利用料金を20%還元してくれるキャンペーンをみんなの銀行というアプリから紹介させてもらいました今回もご覧いただきましてありがとうございます